ちゃんと入れていきます。つけておくとね、いいジャンプになってきます。チャーハンさん、リュウです。ちょっと聞いてよみんな、もう私の精神誠意込めたですね、このリュウヒとコミュレさん、なんとですね7月21日発売になりました。どういう本かっていうとですね、なんとコンビニに売ってる食材だけで生活するっていうレシピです。これ実際僕3ヶ月間ずっとコンビニに通ってこのレシピ本開発しました。コンビニで使う食材って全部味が決まってるので割とアレンジしにくかったりするんですけども、この中で122レシピ考えました。これほんと自信作です。今回はですね、この中でもめちゃめちゃ試しやすいレシピ、無限わさび炒め、これねコンビニで買えるものだけでできますんで、ちょっとラッタラいつもですよ。リュウジのバズレシピ、材料です。今回ちょっと僕の家が一番セブンに近いんでセブンやってみます。この塩枝豆3袋買ってきました。3袋つけちゃいます。はい、まああとはもうわさびと白だしだけ。材料3つ。じゃあですね、コンビニレシピをやる上ですごく大事なことが1つだけあります。やっぱりね、手軽さが大事なんですよ。お手軽感をね重視しなきゃいけないと思って、僕もちょっとお手軽感を重視したいと思います。なんかもう完璧でしょ、お手軽っつったら開けてすぐ飲めるね、氷をバーってこぼしたりしないでいいからね。乾杯。キュー、じゃあやっていいですか。枝豆なんですけども、できれば解凍した方が疲れが早いです。表示がね、大体1分30秒なんで、これちょっとね漬けとくのに全部ジップロックとかでもいいんですけども、今回こういうねタッパ、これでバーッと漬けて解凍だから、そのうちにね白だし用意しよう。1、2、3、4、5。今回3袋でやってますけども、1袋でも全然大丈夫です。そしたら白だし大さじ1半に水大さじ1半ですね。で水、白だしだけどですね結構しょっぱくめになりがちなんで、1、2、3、4、これがねつけ汁になります。でここにわさび、特で6センチなんですよ、だから18センチ。はいはいはい、こんな感じでいいんじゃないかな、多分溶かしていきます。はい、あ、そんな感じでもうね入れちゃってください。これはいはいはい、だし漬け枝豆、ごま油うまいんですけども、ちゃんと入れていきますね。上の方使わないから、これね どうやってやるかっていうとね、こうやってこうね、こうやってやるんですよ。もうちょっと足す、大さじ4半と言ったんですけども、大さじ6ですね、入れますね。出しよう。で水も大さじ6、これ浸かるっしょ、大丈夫、いけるいける。もうちょっとギューンギューン、これで30分ぐらいやるんですけども、15分ぐらい経ったらねちょっと一回かき混ぜた方がいいかもしれないです。足して冷蔵庫にドーン。タレの分量は多くしたんですけども、わさびをね多くしなかったんで、ちょっとね6センチ7センチね8センチで、これでつけておくとね、いいジャンプになってきます。で冷やしていきます。ということで、ちょっと途中一回ひっくり返したんですけど、30分つけた枝豆がこちらです。ドーン。はい、全然見た目は変わってないですね。でも味はめちゃめちゃいいです。俺の場合は先駆けだからちょっと塩振るね。はい、ということで無限わさび枝豆漬け完成です。ということで、できましたね、早速食べに。よし、くぅ、これビールでしょ。じゃあ、いただきますよ。うまっ、これはうまいわ。普通に食べるより全然うまいと思う。もうね、30分しかつけてないんですけども、めっちゃ染みてます。この蚊に香るこのわさびのピリッと感がめっちゃいいんですよね。これはうまい。ビールはもういただきましたんで、酒編カンフジレーション、ありがとうございます。冷やし酒のね、崩れません。
今年は夏祭りとかもないじゃん。これでな、祭り気分のね、量を感じると。これうまいよ。ビールも良かった、ビールも良かったけど、これ冷やしだけもめっちゃうまいよ。この量をね、みんなで感じたいので、スタートします。はい、乾杯。イエーイ。いただきます。いただきます。無限に食える。完璧でしょこれ。いや、うめえ。うまいでしょこれ。これ無限っす。無限なのよこれ。これ大好きこのレシピ。これがなんとこのコンビニレストランに収録されてるという。お手軽食材で料理革命、リュウジのコンビニレストラン。何品考えたんでしたっけ。122品ここに載ってます。こういうね、ちょうどいいつまみとかちょうどいい料理がいっぱい載ってますんで、ぜひ皆さん。唐突にしよう。これいいっすね。いいだろこれ。いいんだよ、めっちゃうまいじゃん。これもう、これは俺ヒルナンデスで一回やった時にすんげー絶賛されたもん。これもう飲む時絶対やりたい。